ブラジル社会民主党は、ブラジルの政党、労働者党と並び、ブラジルで最大の政党の一つ、中道左派政党である。1988年、ブラジル民主運動党の左派が分かれる形で創設。民主主義と社会正義を基本に、旧軍政勢力とも左翼とも一線を画し、社会民主主義者、社会自由主義者、キリスト教民主主義者、 民主社会主義者の結集を目指した。また一部、恩恵派の労働運動からも支援を受けた。1994年の大統領選挙では、従属理論の研究者としても知られる、フェルナンド・エンリケ・カルドーゾを勝利させ、1998年の大統領選挙でも再選を果たし、他の中南米諸国と同様に規制緩和や民営化といった新自由主義改革を推し進め、 外交面では、米国との協調路線を取った。しかし、その新自由主義改革による格差拡大、固定会の反動から2002年の大統領選挙では、左翼政党である労働者党のルーラに政権奪取を許し、野党となった。現在は、社会民主主義や第三の道を掲げる中道もしくは、中道左派の政党を称してはいるが、 党等の実際の政策には、市場経済重視の新自由主義の影響が強く、規制緩和や外国資本積極導入を主張している。国営企業、公的企業の民営化も、積極的に行ってきた。支持者も都市部在住の富裕層や中間層が主体で、あり、財界や国際金融資本の支持も厚い。社会主義インターナショナルには加盟しておらず、 キリスト教民主主義を軸とする中道民主インターナショナルのアメリカ組織であるアメリカキリスト教民主機構にオブザーバー参加しているなど外交面においても新米傾向や保守主義的傾向が強く透明とは裏腹に実際には中道右派政党とみなされる場合が多く2002年から政権を担っている労働者党とはあらゆる面で対立関係にあり2014年以降に 頻発しているブラジル反政府運動の中心をなしている。ブラジルの国会にあたる国民会議では連邦議会会員で48議席、連邦議会上院で12議席を有している。議員の中には過去に存在したブラジル帝国を商用し、行為の復活を支持する議員もいる。2010年10月に行われた大統領選ではジョゼセラ前、 サンパウロ州知事を候補として政権奪還を目指したが、与党、労働者等のジルマルセフに敗れた。2014年10月の大統領選挙では、ブラジル経済の低迷によって支持が低下していたルセフ大統領に対し、社会民主党から出馬したアエシオネベス上院議員は決選投票まで進んだが、接戦の末敗れ、政権を奪還することはできなかった。 abcdfghij e ブリタニカ国際大百科辞典商拠目辞典ことバンク2018年12月22日閲覧フリーダム・イン・ザ・ワールド2010アーティゴポルーマ・ソーシャル・デマクロシア・コンテンポーラニア PSDB ディ・ D、ストリート・フェデラル2018年12月22日閲覧プログラマ・イントラダサウィー、ダイリトライゼス・ボシカス 2018年12月22日、閲覧。a b o p s d b s o ーシ a l Dimacrita? エストトゥートパーティド DA ソーシャルデマクロシア、ブラジレラ PSDB2018 年12月22日、閲覧。ポール・キーナンブラジル混乱解決の切り札は王政復活ウォール・ストリート・ジャーナル https jpwsj.com アーティクルズ、SB 一世1084巻1857口1553条1594兆1814回458千2141兆9308億2474万69562018年10月10日、閲覧。ブラジル、初の女性大統領誕生へ、与党ルセフ氏当選。 アフプブ、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュポリティックススラッシュ2771121スラッシュ63950082012年11月10日閲覧。<región> ブラジル大統領選、デッドヒート続く決戦投票まで10日。ブラジル大統領選、ルセフ氏が再選接戦の決戦投票を制す。 AFP2014 年10月27日、ありがとうございます。